リンパ節の構造、アフェラントリンパファティックベッセル、輸入リンパ管、バルブツープリベントバックファロ、逆流防止弁、カプセル、皮膜、サイナス、リンパ動、ノジュール、リンパ小節、コルテックス、皮質、ハイラム、リンパ節の門、ファレントリンパティックベッセル、輸出リンパ管リンパ節とは、免疫系に属する二次、リンパ器官である。哺乳類の免疫器官の一つである。 全身からリンパ液を回収して静脈に戻すリンパ関係の途中に位置し組織内に侵入あるいは生じた肘鯉物が血管系に入り込んで全身に循環してしまう前にチェックし免疫応答を発動して食い止める石書のような機能を持つ豆のような形の0.2から3センチメートルの大きさの固定で一つの場所に2から10数個集まり全身で600個程度ある リンパ節には周囲から多くのリンパ管が入り、一部のへこんだリンパ門からは入ったリンパ管よりも少ない数のリンパ管が出ている。リンパ節は細毛組織から構成されるリンパ道とリンパ球の集まるリンパ小節によりなる。リンパ小節ではリンパ球の造成が行われ、リンパ道はろ過装置として細菌や異物を食作用によって処理する。抗体生産も行う。 豚のリンパ節は他の動物と異なり、皮質と随質が逆に位置する。病原体などの異物が流入した時、免疫応答のパターンによっては発赤主張を起こして、リンパ節炎を起こすことがある。また、癌細胞が組織液に有利して、リンパ管に流入した場合には当然癌細胞を、ここでせき止めて、殺そうとするが、殺しきれない場合にはそのまま、癌細胞が増殖して、 リンパ節自体に転移が生じることが多い。いずれにせよリンパ節の異常の多くは、リンパ関係のリンパ節より、上流側に位置する末梢組織に病原体や毒素などの非自己異物の侵入、あるいは悪性新生物などの自己起源の非自己異物の発生が起き、それに対する免疫応答が発動したことを意味する。癌の摘出手術に合わせ、必要なリンパ節覚醒を行う。 リンパ節は空豆状の形態をしており、突側から多数の輸入リンパ管が入り、門と呼ばれる、窪側から輸出リンパ管が出ている。また、血管が門から出入りしている。全体の形態は、皮膜とこれより内部に突出した針柱により形成されている。これらに沿ってリンパ銅が存在し、流入したリンパ液が流れている。 針柱間の空間は輸入リンパ長側より、皮質と随質を持っており、さらに皮質は B 細胞からなる露胞を中央に持ち、周囲に主に T 細胞からなる、防皮質を持つ。T 細胞領域には口内非正症状脈と呼ばれる、血管が存在し、リンパ玉はこの領域で血中より、リンパ節に移動する。随質は、随作と随道からなる。 他にも多くのリンパ節が存在する。腫瘍から最初にリンパ流が到達するリンパ節で見張りリンパ節とも呼ばれる。特に乳がん患者に対する液化リンパ節覚醒についてこのリンパ節への転移が覚醒の要否を判断する材料とする見解が主流である。センチネルノードコンセプトが乳がん以外にも応用可能かには未だ議論がある。ここで有料性とはリンパ節炎。 悪性とは、リンパ種のことである。日本胃がん学会編、胃がん治療ガイドライン、2014年5月改定、第4版、参照がん診療ガイドラインに、外科療法2008年版。ありがとうございます。